タレントのシェリーさんと谷香音さんがくら寿司のイベントに出席をしました。このイベントはくら寿司の新商品発表会。シェリーさんは今年の1月に第一子を出産してから初のイベントとなりました。いろんな方にお会いすると、なんか本当に決まり文句のように、なんかお母さんになったねって言われるんですけど、正直あんまり自覚がないというか、なんかピンとこないんですけど、おめでとうございます。ありがとうございます。そんなシェリーさんにどんな子供に育てたいか伺ってみると、こうなってればいいですよ、本当にこういう子になってくれればいいですけど、どうやったらこうなるかな、かのんちゃん。え、お母さんどんな人？怒ったらすごく怖い。怖い？そこはでも大丈夫っぽいです。私多分怒ったら怖いんで。そういうものです。頑張ります。